皆さんこんにちは、大樹です。またちょっと今日も、ご相談というか、ご質問があったのでそれに回答したいと思います。離婚して、女性だと思うんですけど、離婚して子供3人を育てるために資格を取って仕事をしているが、自分が本当にやりたいことではない。子供たちも思春期でコミュニケーションが難しく悩むことばかりで、自分の楽しみなんて見出せない。今この人生はもう子供を育てる責任感だけしかないということです。で、こういうクライアントさんが来たらどういうふうに関わったらいいかっていうことなんですけど、なんかね、このお母さんに限らずですよ、すごい大変な状況の中で責任感持って何年も一生懸命、自分のこととかね、一旦なんか脇に置くような気持ちで頑張らなくちゃいけない状況にいる人っていうのがやっぱりいます。で、なんかね、そういう人たちに私たちがどういうふうに関わるかっていうことなんですけどね、私これパッと聞いてね思うのはね、責任感っていうふうにこの方はおっしゃってるけど、本当に素晴らしいなと思うんですね。で、なんかのご事情があって離婚して、でもね、ご自身のお子さんだから、もうとにかく育てようと思ってやりたいかどうかとは別にね、子供を育てるために一生懸命仕事をしている。で、すごくやりたい仕事じゃないかもしれないけれども、一生懸命仕事して、で、認めてもらったり、お客さんに喜んでもらったりとかなんかしながらね、子供のために、で、自分が決めたことを守るためにね、頑張ってるっていうことに対して、やっぱり本当に何て言うのかな、その敬意を持ってというか、素晴らしいっていう気持ちで一緒にいたいっていうことなんですよね。だってまあわかるじゃないですか、私たちはみんな子供だったから、思春期と言われる頃も、それからもしかしたらその後もそうだけど、なんか本当はね、感謝を伝えたりとか、うまくコミュニケーション取れたらよかったって後から思うような態度を家族に対して取っちゃうとかっていうことってあるじゃないですか。で、なんかね、だけどやっぱり自分の子供だし愛情を持ってるからって、なんか相手のためにね、とにかくやり続けると、で、子供のためにやり続けるっていうことにとにかく頭が下がるなと。で、きっとね、きっとですよ、今はね、難しい状況でお子さんは理解してくれないかもしれないけれども、やっぱりどこかでね、そういう大変な状況の中でお母さんが一生懸命自分のことを育ててくれたとかね、やりたいかどうか二の次にして、とにかくやって、生活がね、保てるような仕事をして頑張ってくれたっていうことは、今でも心のどっかには響いてるし、いつかそれをちゃんと感謝して、で、恩返しをしてくれるような時が来ると。で、やっぱりそこを我々は見たいっていうことなんです。で、お母さんのそのね、勇気というか決意というかね、そのことを、やっぱりしっかりと見て、そこに関わり続けたい、そういうお母さんがいるから、お子さんが、育っていって、で、そのお母さんを見てるから、自分も大人になって家庭ができて、で、大変な状況になったとしても、まあ子供であったりとか、まあ他の誰かであったりとか、何か守ると決めたもの、ね、ことのために頑張るということが起こるんじゃないかなと。で、お母さんはその今偉大な道というのをね、作ってるというかね、歩いてるんだという気持ちで見るっていうことなんです。で、きっとそのお母さんが、一生懸命子育て続けて、で、後から振り返ったら、あの時代はもうすごく大変ではあったけれども、よくここまで子供のために頑張ったなと。そして子供もね、なんだかんだあの時はあったけど、ちゃんと、大きくなって、で、いい子に育ったなというふうに、いつかね、まあそれが5年後なのか10年後なのか20年後なのか、まあ、お子さんの年が分かりませんから、分かりませんけども、思えた時からしたらね、あの時の私頑張った、よかったって、って思えるような時なはずなんですよ。で、だからどういうことをやるかっていうと、ね、このお母さんの話聞きながら、とにかくそういう自分が決めたことをとにかくやり続けてる。で、素晴らしい共同体感覚ですね。そのお子さんのために、お子さんが今すぐ反応してくれなかったとしてもですよ、一生懸命やってると、自分のことを脇に置いてということの素晴らしさを、まずは一生懸命一緒に気がつくし、フィードバックも一生懸命しようとするわけです。で、
自分は何のためにやってるんだろうということで、ね、タイムラインを将来に伸ばしていって、で、お子さんが成人したりとか、ね、自分がまた人生次のフェーズに入ってるところというのをとにかくありありと想像してやりきった自分とかね、で本当にお子さんも成長したし、で自分も自分の人生しっかり生きてるっていう場面をこう体験してみるっていうことね。で、それを体験したところから現在の頑張ってる自分を振り返って、頑張ってるねってこう自分で自分のことをねぎらえるとかね、自分の尊さとか素晴らしさに気がつけるっていうことをして、やっぱりそれをちゃんと口に出してもらうっていうことをこうやりたいわけですね。いつもやってることですね。で、その上でね、ねぎらいながらどっかでちょっとね、何か自分がもう少しだけでも、たった5分10分でもいいんですよ、リラックスできたりとか、何かちょっと好きなことをね、なんか、何か分かりませんよ、何かね、本読むのが好きだったら本読むとか、ちょっとね、何か、好きなものをちょっと食べるとか、何でもいいんです、なんか昔やってた趣味をちょっとだけやってみるとか、どんなことでもいいんです、何か今自分にやらせてあげられることとかね、持たせてあげられる時間がないかなって。で、いうことね、今よりもちょっとね、何かそういうことを考えてみたりとか、もしくはお子さんの立場とね、ポジションチェンジしてみてね、で、なんかどんなコミュニケーションだったら取れるんだろうとか、お子さんがね、もう少しどれぐらいまで先に行ったらしっかりコミュニケーション取れるようになるんだろうとかっていうことを一生懸命探しながらね、希望を見つけていくということです。で、もう一個はね、何か仕事が本当にやりたいことではないと言ってます。我々はいつでも100%やりたい仕事をやりたいようにできるわけじゃないですね。ただなんかタイミングがあったりとか、そのことが良さそうだったら、クライアントさんと一緒に今の仕事の素晴らしい側面についてもう少し気がついてみたりとか、何かそこに自分なりの思いとかこだわりを込められないかなとかね、で何か、もうちょっとね、今よりももう少しだけそのお客さんだったり同僚だったりとの心の交流みたいなものっていうのが増やせないかなとか、そういうことを考えてみるのもありですし。で、もしね、1日5分、10分でも、まあ、週に20分、30分でもいいんですよ、何か時間が捻出できるとしたら、将来、本当はこんな仕事やりたいんだっていうののために何か準備できることになっててみたり、いろんなことが本当はできるんです。ただ、今、お母さん頑張りすぎてて、なんかもう何のために頑張ってるのかがわからないわけだから、最初の原点はね、やっぱりお子さんのために自分が頑張ってるし、それはしっかり報われるプロセスなんだということに気がついてもらった上で、仕事も、もう少し気もなんかね、きらあの気も楽にというかね、少しでも楽しい要素を持ってやれるように取り組む、でお子さんとの交流ももう少しだけ何かが起こるんじゃないかなということを、起こる方法を探していくね。で、何か未来に向かってできそうなこととか、自分が楽しめることをプライベートの中でも探していくとかっていうことの中で、やれそうなことを順次やっていくっていうことなんです。いずれにしても全部思い通りにいかない世の中の中で、こんなに引き受けて頑張ってるお母さんが勇気づけられるように、そして、何かね、希望を持てるように一生懸命関わるということだと思います。参考まで。